民主主義国とはどの国かとの問いに対し、諸君は即座に英米仏三国と答えるだろう。中には一歩進めて現在ではソ連邦をも民主主義国家の中に入れる人もあるだろう。この民主主義国家軍に対して一般に侵略国と呼ばれている日独伊三国がある。以上の二つのグループのうち、英米仏と四国は自ら平和を愛好する民主主義国家であると称し、日独伊三国を事を構えるのを好む侵略国家として非難している。しかし英米仏と四国の民主主義ぶりはいかに。これについてはフォーダム大学教授イグナチウス・コックスの試みた分析が最上の回答である。それによれば、英帝国の人口は4億8700万あるが、このうち3億5000万以上はアジア人である。英国の圧政下にあるこのアジア人に対して、果たして民主主義という言葉を適用できるだろうか。仏国の人口は欧州では4200万だが、アジア並びにアフリカ植民地の人口は6000万以上に達する。本国よりも多いこの植民地人口に、果たして民主主義という語を適用できるだろうか。ソ連は独裁官スターリンの鉄腕下にあり、その政治組織は民主主義とは全然対処である。最後に米国は四国のうちで最も民主主義国らしい様子を示している。また、エール大学教授、ジェームス・ロジャース博士は、最近の講演の中で、いわゆる世界の三大民主主義国は、その仲間の国々と共に、世界経済組織の80ないし 85% を支配していると述べた。この争うべからざる事実の示すところは、民主主義国とは、世界の資本主義制度と世界の金を支配して、世界の大部分の財産を保有し、事実上一切のクレジットの条件を押し付け、経済資源の大部分を支配している国家の言われである。こう見てくると、民主主義国家軍と呼び、侵略国家軍と称することは全く誤りなることが判明する。先日めれば、英米仏ソ日独伊7カ国の間には、根本的には何らの相違もなく、いずれも帝国主義国家である。ただ、英米仏ソの四国が、物資の世界で得られるほとんど全てのものを所有しているのに反し、日独伊三国は、かかる富の分配の不公正に挑戦している違いがあるだけである。ルーズベルト政権は、過去5年間、国内の富が少数者の手に集中されることに断固反対してきたにもかかわらず、外交政策においてはこれと正反対の方向に拍車をかけているのを我々は発見する。